当茂る解明碑の西面、当茂る解明碑は、当庁とトバの間で成立した、長継解明の内容を記載した石碑。旧世紀に建てられた。821年10月に、当庁の上昇である、彩色、王派、森本栄等17人とトバの霊部章書である、論つらが、長安成功で締結された両国の講和条約に、相当する。 長慶解明の内容、解明締結までの経緯、両国の施設指名及び職位を告示した石碑を、両国の土壌である長安、ラサ及び国境の実月山の三箇所建てられた石碑の一つ。長安及び実月山のものは失われ、ラサのトゥルナンジの門前に建てられた石踏みのみが、現存し、塔茂る解明碑と称される。ただしこの石踏みも、四方石米に囲まれ、 近づいて直接非文を確認することはできない。当面はチベット語により両国による解明締結の経緯が西面は漢文とチベット語で解明の内容として国境の確定、施設往来の際の芸説の手順、犯罪者の引き渡し、両国が紛争時に武力を用いない内容等が南面は漢文とチベット語で解明に参加した。 当朝戦士一覧が、北面は、漢文とチベット語で解明に参加した、ドバン戦士一覧が記されている。条約では、国号が、大東と、大茂、君主名が、文部皇徳皇帝と、聖新さん、広氏というように両国での正式名を使い、文言で上下をつけぬよう配慮されている。さらに二国の関係を、茂間二国と対等に表記し、 両国の年号まで平記するなど、可能な限り、党とトバンを並び立たせる表現を採用しているのが特徴である。この秘文で両国の対等な関係が強調された背景には当時の国際情勢がある。10年に及ぶ安史の乱で疲弊した党に代わって、北方の会、骨を及び南西のトバンが対等を始め、763年には、 都番軍が長安に入場することもあった。特に779年にイコ番大会骨東連合の時代が続いたが、この東アジア三大勢力の対立を終わらせたのが821年の長継解明である。上述の通り、歴史はあるが当時は三勢力の中で最も弱体化していた党と、 国威盛んなトバンとが和平を結ぶには、両者が対等であることを示す必要があった。平に囲まれた、党茂る明碑このように、党茂る明碑は党が、実質的に、トバンの下に立つことで成立した解明を示す、ものであり、また、中国とチベットの二カ国間に走る、国境線の確定も明記されている。中国政府はこの碑文を、東とトバンが、 統一国家建設に向けて、堅固な基盤を築いたと解釈し、逆に、チベット侵攻とそれに伴う17カ条協定の根拠としている。ウィキソースに、チベット語の碑文があります。ありがとうございます。